たまちゃん、お金の不安を抱えています、どうしたら増えるんですかって。俺に聞くなこんなことをどうしたら増えるのか、お願いすりゃええやないか、お金にお願いって、もうちょっと頻繁にうちにおいでっつってね、もっとあなた方はお客さんに来てほしい時にどうしますかね、わかります。今お金の話ですけど、お金の話じゃないですよ、今お客様の話をしてます。たくさんお客さんに来てほしいお家に、まず何します、何しますか。お客さんにたくさん来てほしい時何しますか。お客さんとお金って同じですよ、分かってますかね。まだ漠然としてますか。はい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 、普通お客さんをお迎えするときはきれいに掃除しますわな、ね、で気持ちよく過ごしてもらいたいって。皆さん財布をだいたいどれぐらいの頻度で掃除しますかね。財布どれぐらいの頻度で掃除しますか。お客様をきれいにお迎えしてますか。きちっとお札の向きとか合わせて入れてますか。しわくちゃになったお札はちゃんと伸ばして入れてますか、ね、よく来て くれましたありがとうってちゃんとお迎えしてますか。お客さんとお金は一緒です。もっと言えばお金ってエネルギーなんですよ。もっと言えば人ってエネルギーなんです。はい。まあ、たまちゃんにこういう質問する人もどうかと思いますけどね。もうどう考えてもあなた大福じゃなさそうな、なさそうなオーラ満々じゃないですからね。大富豪のオーラなんか出してない。まあたまちゃんお金には困りませんけど。どうすればお金は喜ぶかなって考えると結構面白いですよ。いやいや俺がお金だったとしたらこれは喜ぶなっていうことをやってったらどうですか。はい、私お金が喜ぶことをやったんですよ。それが何かっていうと、多分皆さん聞いたことあると思いますよ、お金に旅をさせることです。小銭1円玉5円玉10円玉を、募金箱を目にしたら今手元にある1円玉5円玉10円玉を世の中を良くする旅に出ていらっしゃいっつって送っていました。これはもうずっと今も続けてます、はい、そうやって自分で決めた。ここから先はもう全く妄想ですんで信じる必要はないですよ、全くね、まあたまちゃんの話全部信じる必要ないんですけど、お金に困ることはそれからなくなりました、はい、お金がどうすれば喜ぶのかって考えてごらんなさいよ。1円玉や5円玉や10円玉はお金の子供です。でまあお札が親だと思ってください。お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんだと思ってくださいね。お父さんお母さんやおじいちゃんやおばあちゃんが一番喜ぶことは何か、子供が幸せになることです。それはあなた方も全く同じでしょ。子供が幸せになるってどういうことなのか、子供がたくさんの人から感謝されることです。うわあなたがこの世にいてくれてよかったって、あなたのおかげでこんなに助かったって言ってもらえる人生が幸せな人生でしょ。お金も一緒でしょ。自分の元にやってきたお金の子供にね、ありがとうの旅に気持ちよく送り出す、ね、募金ってそういうことですよ。世の中のためになる、世の中の役に立つ旅なんです、募金中。そうすると間違いなく親が感謝します。うわーってね、たくさんのところに行ったけれども自分はそうやってうちの子供を可愛がってくれる人はめったにおらんわって、あんたところにもう一回来るって言ってやってきますわ。で子供たちはいろんな世の中に役に立つ旅をして大人になって私の元に帰ってきます。 100% 妄想ですよ、聞く必要ないですよ。だから私の元には次から次にやってくるんですお金が。まあでもそのやってきたお金は次から次に出ていきますわ、次の人を笑顔にするために。エネルギーってたまるとよどみます、流れてるとうまくいくんです。エネルギーってそういうものなんです。ここで止めないことですね。私がやってるのはそれです。止めない、流れるままにどうぞ、右から左にどうぞどうぞ。椅子取りゲームと一緒ですよ。椅子に順番に座ってて順番に座ってって、でも俺の椅子に座る時ぐらいは居心地のいい椅子でありてえなって思うんですよ、うん、ここに座ったのパクって掴むことはしない。それだけです、私がやってる。なんか何の役にも立たない、私にお金をどうやったら増やすのか聞いても何の役にも立たないと思いますけど、面白いことをやってたら勝手にやってきます。これはお金に限らない、お金も人も何もかも面白そうなことやってたら来ますわ。でしょ、もし今日ですよ、面白そうだと思ったから来たんでしょ、ねえ、
珍獣が見れるわいみたいな、ね、珍しい動物が来るらしいよっつってね、ふざけた主催者に言われて多分来たと思うんですけどね。これがもしですよ、もしたまちゃんの説教会とかいう、タイトルだったらどうしますかね。いや来る、おかしい、頭がおかしい、あなたには来てない、あなたはどんなやつでも来ると思いますね。真顔でたまちゃんがお前のここがいけねえんだよとかね、そんなことやってるから人生うまくいかねえんだろうがとかいう回だったら来ませんわそら。でしょう、楽しそうやから来るんですよね。じゃあお金もどうすれば楽しがるかなこいつらって思えばいいじゃないですか。俺だったらこうすれば楽しむなみたいな、じゃあこの連中もこうすれば楽しいんじゃねえかみたいなね。あ、もう一つ言っといた方がいいな、これはもっと根本的な問題です。まずその前にお金をどう思ってるのか、この話するの忘れてた。お金を皆さんはどう思ってますかね。心の奥底でお金のことをどう思ってるかが、お金に愛される人生かお金に離される人生かっていうのが決まるんですよ。ほんでお金の不安を抱えている人たちはほぼ 100% 例外なくお金は汚いと思ってるんですよ。お金は悪だと思ってるんですよ。だから来ません、はっきり言いますけど。でしょ、皆さんが、あるお家に遊びに行こうとした、言ったら友達たちははいはい上がってって言われたのに、ちょあなたって、あなたちょっと汚いからうちの家には入れませんね、ちょっと出直してきなさい、あなたちょっと入るわけにいかない、あなた汚い子だからって言われたら次から来ますか、その家に。絶対来ない、絶対来ないですよね。一緒なんですよ、お金が汚いと思うっていうことはそういうことです。来ませんよ、当たりましたよ。もし自分がお金に大きかったら絶対行きません、そんな店、そんなお家にね、誰が行くかボケみたいなね、絶対来ねえって思いますよね。だからお金が汚いっちゅう思いを捨てなさいね。お金は大好きって言えばいいじゃないですかね。私本当にセミナーとかでそれやらせてましたよ。本当にたくさんのお金に囲まれて過ごしたいとか思ってるんだったら、一番その町の繁華街に行ってお金大好きって3回叫びなさいって言ったんですよ。やった人3人います、今まで本当頭がおかしいなと思うんですけどでもそういうことなんですよね、お金大好きだって。お金って愛から生まれてるんですよ。この話、まあこの話してもいいのかな。世の中に、いや世の中のものは全て愛から生まれています。全てなんです。どんなことも愛から生まれてるんです。これが分かると人生めっちゃ楽になります。どんなことも不幸事も全てです、愛から生まれるんです。もちろんお金も愛から生まれています。たくさんの人を幸せにするためにお金っていうのは発明されてるんです。嘘と思ったら調べてください、お金の歴史で。お金は人を幸せにするために発明されている。なのにいつの頃からかお金は悪だ、お金は汚いって思い込まされてるんですよ。皆さん分かりますかね。言葉で言うと洗脳されてるんです。皆さんが、お金持ちになっちゃ困る人たちがいるんです。分かりますかね。みんなお金持ちになったら困るんですよ、人たちがいるんです。その人たちがお金って汚いよ、ね、お金儲けしてる人たちはほら、ね、なんかよからぬことをしてお金儲けてるんだよ、お金って汚いよ、お金は悪なんだよっていう、洗脳を皆さんにいろんな手段を通じて刷り込むんですよ。それがニュースであったりテレビドラマであったりいろんなことです、はい、小説であったりあらゆる手段を使ってお金は汚い、お金は悪だっていう刷り込みを皆さんにしてます、はい、その結果皆さんはお金に苦しんで悩んでるんです。だからね、その洗脳から解放された方がいいですよ、はい、繁華街でお金大好きって叫べない人、まあ皆さんシャイな人ばっかりでしょうからね、そういう人たちは手帳のどこかに書きなさい、私はお金が大好きです、お金のおかげで幸せな生活ができます、お金のおかげで世の中は幸せに満ちてます、あなたは愛そのものです、ありがとうって書いてごらんなさい。そうすると世の中の流れが変わります、はい、うそーと思う人はやらなくていいし、マジかって思う人はやってもいいし、はい、その結果の責任は私持ちませんよ、ね
私ね、一時期、まあ一時期でも今もやってるんですけど、500円玉貯金っていうのをやっとったんですよ。で、そういう話をするとたくさんの人から言われたんです。たまちゃん、500円玉貯金って財布の中にある500円玉を貯金するっていうことよねって。そうよっつって、そんな500円玉をバン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 貯金してったら生活費がなくならないって言われたんです、たくさんの人から。私自分で実験しましたんでよくわかりますけど、自分の生活費から500円が出てるんじゃないです、あれ。わかります？500円が勝手に集まってくるんです、自分のところに。私500円玉貯金やったけど生活は全く困らなかった。何にも変わらない、ただ500円玉が勝手にやってくるんです。面白そう面白そうっつって。まあ私500円玉貯金を何のためにやってたのかっつったら、私貯金と日記が続かなかったんです、ずっと人生40何年なんで。せめてその人生の課題はクリアしたいと思って日記はクリアできたんです。7年間続いた日記は、もういいやと思って日記は手放しました、さよならって。貯金だけできなかったんで、俺はもう500円玉貯金をするって決めたんですよ。で100万円貯める、やったことないから、ほらでっかくいくわけですよ。もうね、そんな10万円とかね、そんなねちまちました金じゃない、もうあの500円玉貯金のこんなでっかいカンカンがあるじゃないですか。あれで100万円貯めるぞみたいな勝手に決めてね、でアマゾンクリックですよ、ポチッと押して、500円玉貯金箱を注文してね。その時妻がまだ仕事してましたんで、妻が仕事に行った日お昼ぐらいにアマゾンから届くように設定しとったらほんでまたアマゾンが気を利かして朝1で持ってきたんですよね。ほんでまたそれが気が利いたことに妻が受け取ったんですよね。何これとか言い出して、何今度のこの軽いのは何なのっつって、やばーとか思ったんですけど、やばって思ったら怒られるんで、え、これ何気になるでしょ、ちょっと開けてごらんよっつってね。もう私の得意技ですわ、そんなね、窮地に陥るほど笑顔になるっちゅうね。もう私の得意技ですわこれ。何これ貯金箱じゃないとか言って、そうなんだよって、俺はね人生で残した宿題が1個だけあるんだよ、貯金がいくら減ってもできなかったんだよって、俺ももう絶対やるって、絶対100万円貯めるから楽しみにしててとか言って、何またこんなので、こんな買うお金で貯金すればいいじゃないのとかでね言い出したんで、何言ってんだよって、これは自分への投資なんだよっつって、じゃあ聞きますけど、あなた貯金成功したことあるんですかって言ったら、私も一回もないのとか言ってね、じゃあ二人でやろうよっつって500円玉貯金始めたんですけど、途中で言われたんですよね、え、何のために貯金するのって言われて、でその時にポンって友達の顔が浮かんだんです。その友達は北海道で農業やってる友達だったんですよ。でつい思わずね、俺はこの100万円貯めたお金で農業をやるんじゃとか言ったんすわ。そしたらそれが現実になったので、言わない方がいいですよそんなことね本当にやりたいことを言った方がいいと思いますよ。私そこで思わず農業をやるぞとか言って本当になったんで、ほいでそれね、え、どれぐらいの年月で貯めるつもりなんたまちゃんっつって、え、俺待てねえからさっつって、本当は1ヶ月で貯めたいんだけどって、1ヶ月俺も無理だと思うんで1年で貯めるとか言って、うっさ、そんな1年貯まるわけない、そんな1年で100万円っておかしくねえみたいな、そんな生活できねえみたいなね。でも1年で100万円貯めるって決めて、だから分かったんですよ、あ、明らかにこれは俺のその収入以外のところからやってきてるっちゅうのが分かったんですよ。勝手に1年で100万貯まったんです。ほんで、まあ、実際にそれ農協に持ってったんですわ。もうずっしり重たいですよ。もうめっちゃ重たくて。持ってったら、まあ、120万円ぐらいになったんですけど、もうぎっちり貯めたらね。なぜか120何万、110円って入ってたんですよね。ちょっと待てーみたいな。誰だこの110円入れたのはって。そしたら妻が、え、私入れてないわよって言って、入れるの俺とあなたしかいないから、あなたに決まっとろうがみたいなね。なんちゅうことすんねみたいな。まあでもそのおかげで、それを元手に農業を始めたんでね。不思議な、本当に不思議な、ね。あの時予言しとったんかみたいな。だからお金って喜び事とか楽しそうなことに使うと、なんかちょっと待て、俺も参加させてくれっつって集まってきますから。はい、本当です。あのこれを生活の足しにするぞとか言ってもお金特に喜ばないんで来ない。でもこの貯めたお金でなんか世の中を笑顔にするぞとかね、うん、こんなことでお役に立つぞみたいなことをやると来るんですよ。私はその時にどうせ農業やるんだったら自然農法するぞってね、自然農法でたくさんの人を笑顔にするぞみたいなことを言うとったんですよ。まあその北海道の友達が自然農法でやってるやつでしたんでね、俺もやるぞみたいな。で北海道で今日はいい天気なファームっちゅうのやってるのがいるんですよ。だから大分にこっちもいい天気なファームっちゅうの作るぞみたいなね、パクリだぞみたいなね、向こうは黒大豆作ってるからこっちは白大豆作ったろみたいな、それ普通の大豆じゃねえかみたいなね、そんなことを言っとったんですわ。
でも本当に1年で100万円勝手にお金がやってきて、でそのおかげで農業が始められて、不思議やなって思いますよね、はい、だから、うん、皆さんはたまちゃんの話はもう5000分の1ぐらいで聞いておけばいいんですけど、もし何かやりたいことがあったなら多分みんな応援しますよ、みんな、はい、自分で、応援する人なんかいねえって決めてるだけの話ですね。どうぞ私がこんなことやりたいけどこんなのに協力してくれる人はいなさそうやな、こんなことでお金は集まらなそうだなって思ってたら来ないですよ、自分で思ってんだから。なんでね、お金の不安を感じてる人がもしこの中にいるとしたなら、お金の不安を感じるよりも先に誰かを喜ばせることやったらどうですか、はい、誰かを喜ばせることをやれば自然とお金って回ってきますよ。